ウルムの仕立て屋の悲劇的な飛行アルプレヒト、ルートビヒベルブリンガーは、ドイツの仕立て屋、発明家、そして初期の飛行者である、ウルムの仕立て屋として有名。アルプレヒト・ルートビヒは、貧しい家庭の七番目の子として生まれ、十三歳で、父を亡くすと孤児院に入れられた。彼は、時計職人になりたかったにもかかわらず、意に反して仕立て屋の修行を積まされ、二十一歳で親方になった。 しかし、本当の興味は常に機械の方に向けられており、下手屋の仕事の傍ら発明家としても活動を続けていた。彼は義足など失われた獅子を補う器具に工夫を加え、1808年足の切断された部分に装着するからくり義足を発明したが、これは初の関節を持つ義足だった。ベルブリンガー自筆のハンググライダー構造図。 ベルブリンガーの最も有名な発明はハンググライダーである。これはオーストリアのヤーコプデーゲンの羽ばたき機を不完全に模倣したものでオリジナルが持つ脚力利用の羽ばたき機構を書いていた。腕力による羽ばたきはほぼ不可能だったが滑空は可能な設計だった。長期にわたってアルプレヒトルートビヒはこの飛行機械を組み立てフクロウの飛行を観察していた。人々は彼をあざけり、 組合からの追放をもって脅迫し、組合と関係ない彼の仕事に対して高い罰金を払わせた。それにもかかわらず彼は全年収を担保に入れて、さらに飛行機会の政作を続けた。ビュルテンベルク王フリードリヒ一世は、この発明に興味を示し、二十類ドールの資金を提供した。1811年5月国王フリードリヒと、その三人の王子、そしてバイエルン王大使がウルムに、 ベルブリンガーを訪れた。こうして彼は自分の機械が空を飛べることを証明することになった。5月30日の夕方、ベルブリンガーはワシ両方の上に組まれた木製の足場から飛ぼうとし、国王とウルムの住民たちは初飛行を待っていたが、ベルブリンガーは引き返してしまった。飛行機械の調子が悪かったのである。翌5月31日、ベルブリンガーは再び飛行を試みた。国王は、 すでに帰ってしまっていたが、その弟ハインリヒコお及び王子たちは、飛行を見守っていた。だがこの日は、良い上昇気流が得られず、さらに多数の心ない監修の長笑がベルブリンガーを動揺させたため、飛行は失敗してしまった。おそらく数分の間、彼は足場の上に立って良い気流を待っていたのだが、衛兵は彼を突き飛ばしてドナウ川に転落させたので、ある。この失敗は彼にとって、 職業的、社会的な転落をも意味していた。58歳の時、彼は、肺病人の収容施設で死亡した。1986年、最初の飛行実験から175年目に際して、鳥人間コンテストが行われ、合わせて、和紙療法に組んだ足場から本当に、ドナウ川横断飛行ができるのかどうかが究命された。川の上を吹く加工気流は、滑空を困難なものとしており、 ベルブリンガーのオリジナルに基づいて制作されたレプリカの飛行機械は当時同様に数メートルの飛行のご水中に転落した最新式のハンググライダー愛好者から注目されている一機のみが長距離を飛ぶことができたがそれでも川を越えるのがやっとだった。同1986年ウルム近郊の斜面でベルブリンガーの飛行機械は基本的に飛行可能であることが証明された。 この飛行機回のレプリカは、ウルム視聴者の吹き抜けで見ることができる。技師で作家のマックスを意図は1906年に、小説、ウルムの仕立て屋、生まれるのが200年早かった男の物語を、シュトットガルドでドイッチェフェアラーク出版から上司した。ベルトロトブレヒトも、この、ウルムの仕立て屋のために、1934年に書いた、バラード。 ウルム1592を文学的記念碑とした。しかしブレヒトは、このウルムにおける飛行実験をバロック期に移し替えてしまい、王の代わりに死去を登場させている。映画監督で作家のエドガー・ライツは1978年にアルプレヒトルート・ビヒ・ベルブリンガーの物語をティロ・プリュックナー主演で映画化したが、費用をかけて撮影された、この映画は大衆的成功を得ることがなく、 ライズ自身も経済的に破綻してしまったバーバラホーニヒマンはこの飛行実験を素材に1982年にラジオドラマを1984年に劇曲を制作している。ありがとうございます。